Wow! That father is getting better! 2021シーズンですね。最初のゲレンデは、もちろんあそこだ！苗場滑ってる？あ、少ないと！え？めっちゃ少ない。全然滑ってない！嘘でしょ？こんなことある？さあ、苗場、なんとほとんど人が滑ってない。でも駐車場はそこそこ車来てるので、うまく分散してるんだね。これは非常にいい傾向だと思われ、思われ。初滑り、やったー、初めてのリフト、イエーイ。初めて、あ、止まっちゃった。起きるんだみんな。さあ、苗場です。超いい天気、イエーイ。父ちゃんが来るまでこれ乗る。すごいいい天気、今日曇りって言ってたのにね。やってるトゥー、イエーイ。いいね、いいね。あー、あんまスピード出すなよ。ナイス、アオイ。よー、今年一本目行くぞ。俺は遅れたけど。 OK! Oh, yeah! さあ、小鳥ファッションチェック。今年は新しくなりました、ゴーグル、そしてウェア、そして板、新しいものだらけ。おしゃれ好きガール、今年のファッションショーになります。 Hey yo! 気持ちよかったね。 Yeah! 恋はジェットコースター、バギュー。ランチタイムはですね、無料休憩所で食べました。ちなみに苗場のフードコート、ラーメン屋さん1店舗しかやってません。コロナ対策なのか分かりません。苗場に遊びに来られる方は事前にチェックしてから来た方がいいかもしれませんね。小鳥、午後にランドメ行くぜ。
はい、よーし行くぞ。ありがとうございました。レッツゴー、ヤッホー、ゴー。このコースに戻ってきました。はい、行ってみましょう。リフト乗り場までちょっかり。じゃあやりましょう。ゴーゴー、好きなように行っていいよ。気をつけてね。うん、気をつけて。小鳥、お前すごいスキー上手になってる。なんであっち行かないの？あっち行かない。今度は右を行きます。ちょっかるぞ、カモン。追っかけるぞ。スーパースピードマン。父ちゃん、これ最後がいい。これ最後？うん。何根性なしなこと言ってんだよ。まだ1時だぜ。うん。イエーイ。おい。あ、いけるか。頑張ろう。もう直下ってもいいぞ。さて、小鳥さん、今シーズン初のスキーいかがでしたか？楽しゅうございました。あ、よろしゅうございますね。それは今日は天気もよろす、気温も高す、ポカポカな陽気の中での、ファーストスキーでしたね、小鳥さん。はい、よろしくどうぞ。今日のスキーはこれにておしまい。Dude, that father is 10 men permed.